コンとは、国際コミュニケーション学部生がそれぞれのフィールドで経験してきたことをギュッと詰めて、もっとみんなの前で発表します。 It's about 70 years to be complete. And this style is used in, especially in the UK. A look at the inside. With beautiful stained glass and elaborate ceiling.This is a sign that you will be charged if you don't clean. 台湾といえばどのようなイメージがありますか？浅野さん。はい。覗いてからシャベル一本分が入る高さになります。Maybe most people say fish and chips. In fact, 382 servings of this dish are consumed every year. When we arrived at London, I also thought I had to eat fish and chips.オーストラリアにも1ヶ月間短期留学行ってて、やっぱ仲良くなりたいっていうのはあったんですけど、自分がオープンにならないと相手もそんな話してくれないとオープンにならないなって思ったので、まず自分を開示してっていうところが必要なのかなって思います。観光のことをまだ見たいっていうのはずっと高校の時からあって、そういったこう国際的な分野でやっている、特にフィールドワークっていうものに興味を惹かれて、私たちが一番入ろうと思った理由がフィールドワーク。外国に自分で実際に行ってみて、でその自分で体験して、まあ本では知れない文化の違いとか歴史とかを肌で感じるっていう。英語を学ぶんじゃなくて英語を使って勉強したり、あとはなんか国際問題とかの方に目を向けることが多いって聞いて、なんか英語自体を勉強するんじゃなくてもっと使っていきたいなっていう思いが強くて、あの周りの友達が本当に世界を目を向けた就職だったりとか英語力を上げる努力をしている友達を見て、私ももっと成長しようと思うようになりました。スピーチとか特に今回の人前に立つこともすごい苦手で大変だったんですけど、これはすごい就活とかで人前に立って話すようになることがすごい多いと思うので、とてもいい経験になったと思います。国際系の学部は結構就職率も高い方で、グローバルな会社とかはやっぱり目向けてもらえるかなと思います。名古屋駅からのアクセスが良くて、やっぱ校舎がとっても綺麗で魅力的でした。ジェスチャーとかは多分伝えるっていう面に関しては長けてるかもしれないです。準備まではやっぱり大変だから、その本番当日までは緊張しますけど、やっぱりやった後ってすごい達成感あるし楽しいってね。Cette fois, je vais parler de la langue et des activités japonaises. Quand j'entends parler d'échanges internationaux, toutefois, je voudrais vous dire qu'il y a un échange international qui s'est fait au Japon. He says, this is no way people who spread clotted cream first, then jam. That's Devon style, no way. Actually, in Cornwall,What did you think was the most delicious food when you were there, other than fish and chips? I thought roast beef is very delicious food in UK. And usually there we have to put...その中でも表面的でない授業で学んだことではないローカルな、もっとディープな文化が学びたいなと思いました。お互いの文化を尊重して自分化を見直す、どこが違っていてどこが同じなのかを、眼鏡を外せば世界が違って見えるはずだと思います。せいちゃんありがとうございました。はい、前田花さん、タイトルは中国で将来の目標を決めるです。まずはじめに日本文化イベントです。私たちは日本の学校を1日にブースを4つ展開しました。
中国、現地中国の学校に行って私たちが先生となって日本を紹介する授業を行いました。本当に中国の子どもたちにたくさん囲まれて本当に楽しかったです。日本語学科の学生に先生となって日本語の授業も行いました。最後は本当に別れが辛くてみんな泣いてました。地を愛し世界へ、おー決まったかな